チャブロック。うっすうっす。今インドに来ております。そう、そこにクミコズハウスっていうのが見えてんだけどさ、伝説の日本人宿と呼ばれてて、まあ、インドの中で一番安い日本人宿で、まあ、結構マリファナを吸ってる常習者たちが滞在して自殺をした人がいるとか、多分西成の宿よりもはるかにレベルが高いところなんじゃないかなって俺はちょっと予想してる。しゃ行ってみよう。レッドホー。え、ここじゃない、あのね、ここあれですか、ゲストハウスですか。あ、ここから入るんですか。あ、ほんいいみたいな部屋みたいなんですけど、見せてもらうことができます。こっから3階。あ、はい、もう行っていいですか。あの、このまま、そっから考えて。 ありがとうございます。すごいな、肺病棟みたいな。これに役がきらめっちゃ書いてあるな。誰もおる。つけが回ってくるぜ。でもやめれるわけなんてないさ。ピースマークを送るぜ。素晴らしい世界だ。生きてるな。結構好きやな、こういうとこ。割と、しかも、すごいコアな旅人の人とかが集まってるって聞いたからさ。今日は多分、てか出かけてんねんけど、やろうけどさ。結構熱いことも書いてあるんだな。やっぱ結構、人生を思いっきり楽しもう。暗くともに進んでいきましょう。何か新しいことにトライすることは勇気がいることなんやけど、受け入れる幅が広がるよ。恐れずにトライしよう。結構これ好きだよね。でも罰とした雰囲気やったな。俺は別にでも割と好きなタイプやわ。マリファナが好きっていうわけではないけど、まあ、実際吸ってる人が今実際おるんか分からんけど、そういう過去があったんじゃないかなっていうのはそういう感じだな。怖いなお前。ちょっと待って。じゃあまあそんな感じでいろんな人たちの、いろんなコアな宿を紹介していきたいと思います。このインドは